続きましては GBL プロデューサーです。まずは共通音でお願いします。皆さんこんにちは、日々の株式会社です。今回は、我々の方から JBL プロフェッショナルの、イオンワンというスピーカー、今こちらの、LR に置いてありますけれども、大変見た目もコンパクトで、見た目の良い、スピーカーになっています。今回このスピーカーを、皆さんにご紹介したいと思うんですが、まずですね、この JBL のパワードのスピーカーというのは、今何機種も出てまして、アメリカとかですね、世界でいうと、パワードスピーカーの方がパッシブスピーカーよりも、2.5 倍ぐらいの売り上げを持っているぐらいですね。世界ではかなり、メジャーにパワードの方がよく使われているというような実情です。日本でも、ようやくパワードスピーカーというのがよく出るようになってきまして、今回このイオン1というのを、皆さんにご紹介したいとですね。まずイオンワンというスピーカーなんですけれども、どういったところで使われるスピーカーなのかというのを、ちょっとサイズで分けていきました。まずサイズで言うと50人以下のところ、そして100人、150人、200人というところで分けています。イオン208というスピーカーと、今回ご紹介するイオンワン、これはだいたい50名以下のところで使っていただくのをイメージしています。今回は LR でご用意しているんですが、JBL としてはもうこのモノで1本だけで使っていただくというのも、イメージしています。そしてイオン600、PRX800、SRX800 と、スピーカーの横に iPhone や iPad、PC の絵が出ていると思うんですが、この辺の、スピーカーに関しては、こういうアプリ、もしくはソフトウェアを使ってより複雑なコントロールをすることができるようになっています。要はサイズが増えればコントロールソフトであったりとかアプリをご用意しているという形です。イオン1というのはそういうものはご用意していません。もう本当に挿してすぐ使っていただく、そういうのをイメージしています。ではこのイオン1なんですけれども、組み立ててすぐ使えるオールインワンの PA システムです。セッティングのところも見ていただいたと思うんですが、本当にもうスピーカーを挿すだけです。スピーカースタンドであったりとか、スピーカーケーブル、そういったものは必要ありません。スピーカーの、そのままキャビネットの部分に挿していただくだけで使うことができるスピーカーになっています。使われる場所としては小中規模のサイズのところ、そして使っていただくユーザーさんとしては、プレイヤー自身、ご自身のパフォーマンスを、披露する場所で使っていただくもの、もしくは、ライブバー、そういったところの、いわゆるビジネスで使っていただくもの、そしてこれがおそらく一番多いと思うんですけれども、 PA 会社もしくはレンタル会社で使っていただく、そういったもののスピーカーになっています。ではこのイオン1なんですけれども、ちょっと時間がないのでざーっと、スペックの部分をご説明すると、重量は20キロです。昨今だと PA 会社さんとかには、よく女性の方が多いと、思うんですけれども、まあ20キロなので、大変持ち運びも便利になっています。そして今こちらにご用意しているようなキャスター付きのカバーというのもご用意しています。これを使っていただければ、より運搬等も容易に行えるようになっています。そして広域のドライバーなんですが、2インチのものが6個搭載されています。
ここの部分だけにスピーカーのユニットがついています。ここの下の2本というのは拡張ポールになっています。ですので、使っていただくところの環境に合わせて、ポールの数を減らしていただくようなことが可能になっています。そしてこれは日本でも確認したんですけれども、90ボルトぐらいまで下げても普通に使えます。ですので電源事情が、あまり整ってない場所でも安心して使っていただけるようなスピーカーになっています。他にはですね、Bluetooth の、機能も持っています。いわゆる私の持っている iPhone もすでにつながっているんですけども、まあ、これを、流すと、普通に音が出ると。まあ、私の iPhone の中には地味編しか入ってないんですけど、あ、すみません、違いますね。これ地味編じゃないです。こういう感じでですね、いわゆるカラオケであったりとか、あとはバッキングで、まあ、例えば一人でプレイするときのバッキングのミュージックとして、Bluetooth の機能を使っていただくことも可能になっています。ではですね、ここで、ユーザーとしては、プレイヤー、商業設備、そして、PA 会社、3つの、ターゲットがあるんですけども、まず、プレイヤーのところからお話しすると、実際に使われるとすれば、ギターの、プレイヤーしていただいたりとか、ボーカル、もしくは2人で一緒にやったりとか、あとは、カラオケとかですね。あとはフィットネスセンターで、インストラクターの方がミュージックに合わせて、お話しすると、そういった場所で使っていただけます。まあ、目的としては、聴いていただく方が楽しく過ごしていただくためのものというものですね。ここで重要になってくるのは可搬性、特に、20キロとはそんなに重たくないということと、こういうキャスター付きのカバーをご用意しています。今だとですね、イオン1を1本買うとこのキャスターが1個ついてくるというキャビになっています。そしてですね、プレイヤーの方は、細かいセッティングをする必要はありません。基本的に挿していただいてその場で使っていただくと、それに特化しているようなスピーカーです。そして、まあ、どんな場所でも使っていただけると。これはどういうことかというと、パフォーマンス、ご自身のパフォーマンスの品質を強めることができるスピーカーになっています。それ以外のスピーカーを例えば使っているとですね、例えば聞こえづらいとかあると思います。こういう感じですね、まあ、こんな感じになると思うんですけども、もしくは、音が大きすぎて、喧嘩になってしまう。まあ、こういうものが、他のスピーカーではあるかもしれないんですが、このイオン1を使っていただくと、皆さんノリノリで、自分のご自身のパフォーマンスを楽しんでいただけるという場合になります。では、実際に商業設備で使われる場合はどういうことかというと、まあ、こういうバーで演奏します。ここでいう商業設備の、方々、バーの、ファシリティのオーナーさんとかですね、というところのゴールは何かというと、お金が儲かるということですね。で、はい、でですね、これはどういうことかというと、当然、使わないときはすぐしまえるし、誰でもすぐ使える、そしてどんな場所でも使える、これは、音を中心にしたサービスの品質が評価できます。まあ、こういう特性をイオン1は持っています。ではですね、一度、女性もののボーカルの、曲を一度流したいと思います。2分半ぐらいですかね。はい、じゃあ適当なタイミングでお願いします。ではよろしくお願いします。Must be a million boys living in a great big city. I know that one of them is just right for me.Waste my time. I'm just trying to catch somebody.
今女性もののボーカルをお聴きいただきました。この後最後に1曲だけ流しますけれども、実際に使われるユーザーとしては最後に PA 会社、レンタルの会社さんというのがあると思います。実際のアプリケーションとしては、例えば スピーチ、プレゼンや講演会、もしくはインストアライブとかですね、より簡易的なライブのところ、こういったところで活躍するスピーカーです。このハイエースの絵を探してくるのにも1時間ぐらいかかったんですけども、PA 会社の特徴としては、ハイエースに、物を積みます。でその後現場をこなしてまた、物を持ってハイエースに積んで帰ると。何が重要かというと、スペースファクターというのは当然そうなんですけども、ハイエースとか積むときに、容易に積める軽いということと、あとは、運搬が容易であること、そして、設置時間が、そんなにかからないということですね。このイオン1というのは、市場想定売価で大体、10万、ちょっと数ぐらいですかね、になっています。実際にかけたコストがどれぐらい早く回収できるかということが今度重要になると思います。でその場合は、いろんな現場で、多様に対応できるというのが一つの大きな売りになると思います。軽くて、使いやすくて、今回の EQ もほとんどいじっていません。そして物で使っていただいても十分使えます。そういった意味でこのイオン1というのは、費用対効果が大変高いというスピーカーです。ですね、イオン1というのはですね、もう最後にまとめになるんですけれども、ギターの方が一人で自分のパフォーマンスのために使っていただいても、もしくはボーカル、カラオケ、もしくは、インストラクターの方が自分のために使っていただいても、もしくはライブバーなどの、機材として、スピーチ、講演会の PA の、機材として、いろんなところで使えます。そして大事なのが、軽いということですね。使いやすいということです。今までのような重たい、持ち方をする必要はありません。そして、このイオン1の一番大きな、特徴としては費用対効果が大変高い、いろんなところで使うことができるスピーカーであると。これがイオン1の大きな特徴になります。では僕もこれが最後になるんですが、ですね、一度すいません、こう一曲流すはずのものが忘れてましたね。なんであの映画出てきたのかなって自分で不思議だったんですけどですね、じゃあ男性ものの、曲をですね聴いていただきたいと思います。すいません、ではよろしくお願いします。幸せになれるようなシステムであるというふうに考えています。この、製品、時間がなかったのでかなり、情報をですね少なくした状態でお話ししています。ヒデノのブースの中にも、もう一本、展示しています。で我々もおりますので、より詳しい、お話が、必要な方はですね、ぜひブースの方にお越しいただければと思います。ではそろそろ時間になりましたので、私どもの、プレゼンをこれで終了させていただきたいと思います。ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。 JBL プロフェッショナルでした。それでは展開しますので、しばらくお待ちください。